手帳入りまーす。この試合のために27キロ減量しました。水も飲まないで、飯も食わないで、ラクーアで倒れました。この試合にかける覚悟が違います。ターゲット渋谷から運ぶ株式会社、藤田光40歳。運送で鍛えた左フックで KO をします。今回初めての試合ということで、楽しみにしています。ロード MMA ジムから会社員、玉垣雅宏50歳。ロード MMA ジムからは中台さん、佐野さんの2人も参加します。3人揃って勝てるように頑張ります。覚悟を決めた運送屋か、千葉の名門ジムか。玉垣雅宏 VS 藤田光。それではただいまより本日の第6試合、70キロ契約、1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー、172センチ、 69.65キログラム、ターゲット渋谷所属、40歳、運ぶ株式会社、藤田光。赤コーナー、181センチ、 66.95キログラム、ロード MMA ジム所属、50歳、会社員、玉垣マサキロ。レフェリー和田。さあ、ライズボア第6試合が始まります。こちらも解説、ライズフォース桜凛さんが来てくださいました。凛さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、この第6試合、70キロ契約の試合でございます、うん、この藤田選手は青コーナーなんですけど、27キロ落としてきたよということで、すごいですね。いや、27キロの減量ってプロとかでもあんまり聞いたことないんですけどね。初めて聞きました、ね、私。いや、すごいですよ。そのぐらいこの試合にかけてるっていうことですよね。なんかすごい落ち着いてる感じします、うん、いや、そうですよね。運ぶ株式会社でございます。一方の赤コーナー、玉垣選手は会社員ということで、はい、いや、この玉垣選手も身長高くて、高いです ね、体も仕上がってますよね。かっこいいですね。さあ、どのような展開になるのか。さあ、このね、藤田選手、この減量がどう出るか。減量しすぎるとね、いざ試合始まると動けないという選手もね、いたりするんですけど、どのような展開になるのか楽しみです。いや、リンさん、この試合はどういった、うん、おこれはノーダウンです、うん、どういうところがちょっと注目しています。いや、まず27キロ減量って、うん、もう減量って結構命がけっていうみたいな。いや、そうですよ、うん、でもその、うん、それを乗り越えても、うん、今リングで戦ってるわけなんで、うんうん、どういう戦い見せてくれるんだろうっていうのと、はい、まあ、なんか本当にさっきとは違って、うん、両者落ち着いてる感じがあるんですよ ね、はい、これは玉垣選手がダウン、スタンディングダウンです。これは赤の玉垣選手がダウンを奪いました。冷静に今パンチ出していますね。そうですね。さあ、1ラウンドに2回のダウンで終了でございます。さあ、玉垣選手が畳みかけていくか。さあ、ラスト10秒です。あ、ダウン終了だ。1ラウンドノックアウト。勝者、赤コーナー、玉垣雅宏選手です。いやー、レイザー、あっという間に決まりましたね。早いです ね。いや、ただ藤田選手もね、最後までアグレッシブに攻めてくれましたよね、うん、ちゃんと、うん、見合ってましたよね。見合ってました、見合ってました。緊張するような間が、うん、いや、本当ですよ。ドキドキしてましたけど、でもやっぱりそのこんだけ27キロ減量してね、うん、この試合に挑むなんか勇姿は感じましたよね、うん、気持ちというか、はい、その姿がかっこいい、うん、そうですよね、うん、まあ、勝敗ももちろんなんですけども、うん、そのプロセスはしっかりと見せてくれました、うん、いやー、ただこの玉垣選手はなんか
いい表情してますね。ですね。うん、さあコメントはどういう発言をしてくれるのか楽しみでございます。それでは聞いてみましょう。対戦相手の藤田選手お疲れ様でした。藤田選手、減量がかなりきつかったっていうのは聞いてますんで、まあ、本調子じゃなかったのかと思いますけど、まあ、それがなかったらちょっと厳しかったなと思います。お疲れ様でした。もともとエクササイズのつもりでキックボクシング始めて試合出るつもりなかったんですけど、まあ、同じジムの仲間たちに刺激されてこの年で出ることになりました。まあ、まあ緊張して、まあ、ここ数日は眠れなかったりして朝早く起きちゃうし、まあ、そんなことかみさんに言ったら、まあ、年のせいでしょうなんつって突っ込まれたりして、まあ、そういう緊張感含めてすごい楽しかったです。まあ、またかみさんにはもうこれきりにしてくれって言われてるんですけど、まあ、隙を見てまたチャレンジしたいと思います。ありがとうございました。いやこのコメントも続いてましたね。そうですね、50歳、うん、いや本当50歳と思えない体格ですし、エクササイズのつもりでキックボクシングを始めたら試合に出たということなんでね、めちゃくちゃムキムキですよ。いやムキムキですよ。すごい、あ、応援の方も多いでございます。いやすごい。まだでも藤田選手もね40歳ですから、まだまだライズフォアではこれからなので、これからも注目していきたいと思います。ということで第6試合勝者は玉垣選手でございました。